さあやっていきます。スパロバアルファ実況第14話まで終わらせて、次第15話ですね。パイロットの乗り換えとかは別にいいけれど、とかは別にいいけれど、あれこの辺変えれるんだね。好きなブルーガーに乗り換えできますよっていう、そういうことができるんですね。さやかとかもしかしてマジンガー Z 乗れるんだ、すげえ。知らんかった。それは知らなかった。じゃあ行きます。何も忘れたことないな。前回やったことを、最後なんか、ブースターとか、マグネットコーティング、あれ前回だっけ、忘れたな、最後どうだったか覚えてない。とりあえずお金を多分、ジャイアントロボに使い込んだんだと思う。核ガンダム。俺たちの行く先々で事件が起き、敵と遭遇するケースは多いな。敵に狙われやすいのかしら。偶然で発生しているとは思えない。なんか得意点がどうのこうのみたいなのってアルファだっけ。今年、つまり新世紀187年までに様々な怪事件が数多く起きた。例えば恐竜帝国やヨーマ帝国の出現、メガロイドの反乱、BF 弾やドクターヘルの暗躍、そして今年になってからはネオジオンの進行、エアロゲイターの出現、ゲッター戦の自然増加現象、今年とか1年単位でそんないろんなことが。面白いような、面白くないような。ただこのスパロボのなんか、どんどんイベントが起こるのを何かこう、もったいつけて説明してるだけのような感じもする。巨大隕石が落ちるまではこの人たちは一体何をしてたんだろうか。第三者。何急に。単なる偶然じゃない？なんかこの辺の選択肢がさ、実は恋人分岐みたいなのがあるみたいでさ、読んどく、一応見とく。なんかこういう選択肢が関わってきたりしたりしなかったりすんのかな。わからん。特殊ポイントってやつか。恋人フラグ。南あたりの島でどうのこうのが15話あたりでなんかあるみたいだな。嘘を叱るとか、まあ、今回関係ないみたいだな。事件の連続性は単なる偶然だと思うよ。そんな因果関係を操るなんてことできる。弱なことができるのか。もうヒロインというか恋人をどのキャラにしたのかはあんまり覚えてない。戦うつもりはあるんだろうな。でも別にね、一人のパイロットがいなくたってダンクーガー動かせるだろう。そんな風になってないんかな。モーラーあたり乗すときゃダンクーガー動くんじゃないのか。せっかく日本に来た私、一度公職研究所へ。ジェット、スクランダーブ、ん？ジェット、なんだっけ？ジェットスクランダーかな？みたいなの、背中に。連邦軍兵、初めて見た。箱根です。おそらくあそこで建造中の建物、閉じたと思います。一体です。あれか。あれか。エヴァンゲリオンか、さては。
これ命令があり次第出撃するにするといいらしい。なんかね、熟練度が上がるらしい。調べてきた。調べている。いや、調べているというか、さっき見た。このね、サイトのね。このサイトの、今回第15、あれ？あれ？てれれれれれ。これ見ると、入ってんのかな？画面の中に。これ見ると、第15話のところ。表用紙に命令がありして出撃をするを選択すると熟練度がプラス1ね。これいちいちあれしていく、まあまあ熟練度を貯める方向に、つまり難しい方向に少しずつ選んでいった方がいいよね。熟練度を貯めていくとなんかね、あのどん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 劣勢になっていくというか、あの熟練度がどこどこまでのポイントがまでに熟練度が何歩以下だったらなんか補給物資とかが手に入るとか、強化パーツね、が手に入るとか、お金が手に入るとかあるんだけど、その、とか、ユニットね、熟練度が低い状態でいくと、高い状態でいくと、それが、なんかこう、あんまりもらえないみたいなのがあるような。そして、でも、熟練度が高い状態で、最後の方のシナリオまでいくと、特殊な機体が手に入ったりするみたいなことがあるようです。それ知ってたら、初めからもっとこう、ね、熟練度を貯める方向で動画をスタートした方がいいんじゃないかっていうのもあるんだろうけど、まあ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 、今最近スパロボのウィキを見て調べた、分かったことだし、それを知ってるのにやらないってのもよくね、よくないでしょ。知ってるんなら最大限の努力をするべきかな。だから熟練度を貯める方向で、だけどどういう風に敵が出てくるんかはあまり知らなくて、どういう風に敵が出てくるんかこれ見るだけだとわからんので、まあそんな感じでいこうかなと思います。敵がどういう風に現れ、どういう風にユニット配置出てくるのかまで知った状態でやるのはさ、多分なんか退屈だよ、そこまで行くと。はい、まあ話はね、なんかエヴァンゲリオンの話に繋がっていって、使徒がやってくるだやってこらないだみたいな感じだろ。内陸だろ、武器を使うわけにはいかん。周辺には都市があるんだ。でも、エヴァンゲリオンねじ込むのさ、正直さ、無理くない？エヴァンゲリオンの世界観をさ、スパロボの世界観に当て込むとさ、まず全世界がなんかあの赤い LCL のあれに覆われてなかったりしなかったりいけなかったりするしさ。最近なんか、エヴァンゲリオンの解説動画みたいなの見たけど、なんかほんまややこしくて複雑だったな。リリンがどうのとか、アダムがどうのとか、そういう、それに見越して、箱根に第三東京シティを建造するとか、そういうなんか、うんたらかんたら、うんたらかんたら、めんどくせえよ、みたいな話だった。めんどくせえよ。その辺の話も全部こう、織り込み済みの、あのストーリーなんだろうか、エヴァンゲリオンは。エヴァンゲリオンのこの食い込んでいるシナリオは、スパロボにおいて。どうなんですかね、首都、襲来。てれれれってねー。にゃっ。まあでも、死と襲来のシーンなんてスパロボの中じゃ何度となくやられてるあれだけど、まああえてスパロボアルファで見るのも悪くないのかもしれないね。その追憶というかね、これであのスパロボからアニメを知るって人も多いだろうしね。でもスパロボからそのアニメを知るの中に全然紹介されてない、そのほぼ紹介した見たことないおじさんがスパロボの話がエヴァンゲリオンの話の中に入り込んでいる。おじさんが諸葛亮孔明の言う通り、使徒が本当に人類の敵なのかどうかをだ。使っていいの？使っていいの？衝撃のアルベルト使っていいの？誰なんですかあなたは。気合とかかけまくったら案外いけたりすんのかな。何？マスは？マスは？1から4マス？
まあ一番接近した方がいいね。食らったらどうなるか知らんけど。全く当たらないという。絶対アルベルトは勝つ流れやん。こんなこんな、なんかこう巨大怪獣対小さい人型のなんかすごい人って、こんなん戦わせたら絶対ね弾いたけど、やりおる。この顔の大きいところがあの SD というかデフォルメというかね。九大天皇でも連れてこい。誰だ九大天皇。まあスパロボならではというかね。なんか最近のスパロボってさ、結構リアル闘士に近いっちゅうのが、生身と人と戦ってるものがいます。怒り、そんなものができるのは奴しかいない。傍観者の方が先に現れたか。時間稼ぎをすればいいんですか。でも下手になんか刺激するよりは避けた方がいいよね。だって気力が上がるから先言えるの。もう逃げよう。下手に攻撃を与えして射程の長さよ。主電源接続完了。起動用システム作動開始。稼働電圧臨界点まであと 0.5、0.2 とかって言えるん実際。 0.5 って言ってる間にもう 0になってないか。時間でしょこれ。違うかな。電圧起動システム第2段階移動。パイロット接合に入ります。全回路正常、初期コンタクト異常なし。絶対境界線まであと 0.9、0.7、0.5、0.4、0.3。 絶対境界線って何。ここでパルスが逆流して暴走した。今回はどうなるか。 A10 神経接続異常なし。シンクロ率誤差 0.3%。双方向回線開きます。内部電源充電完了。外部電源コンセント異常なし。この辺のセリフさ、めちゃくちゃ考えてさ、あの脚本書く人かなんだ考えてやってんだろうけどさ、別にいいよ。ロボットなんてさ、出撃でいいよ。ガンダム1号機出撃しますみたいな感じでいいよ。どうぞで出撃しますでいいよ。なんかカッコつき感がすごい。ああの黄色いロボット葛城さん。コネクテッドって文字が見えるね。パレットライフルぐらいしかないんだが、これで倒せるのか。倒せるわけないよな。どういうつもりなんだろう。サキエルがここの位置にいるのがあんまりいい気がしないので、光線の外にいよう。1、2、3、4、5、6、7、8。ここに、ここにいよう。ここに、ここら辺にいよう。おそらく増援がどっかで、増援というか味方が、動かないの。消極的だな。ロンドベル隊です。ほう、この間結成された特機の混合部隊か。期待できそうだ。ちょっと気になることがあるので調べます。戦闘シーンでもつなぎながら。熟練度ってさ、なんかで見たけどさ、違ったかな、別のやつで見たのかな。
あのブライト、アーガマで倒すと、アーガマで倒すと熟練度が上がるみたいな。待て、でもアーガマで倒すって言ったって脱力とかがないと無理だ。どうすりゃいいんだ。 HP 順じゃないよ。どうだっけ、どうだっけ。熟練度条件、熟練度ボーナス、これ同じサイト見てるかな。うーん、めちゃくちゃもたくさやってる、もたくさやってます。シナリオフローチャート、第15話使徒襲来、第15話使徒襲来、熟練度ポイント命令があり次第で百物語で、うん、別に普通に倒せばいいか。なんかアーガマで倒すとどうのこうのみたいなのを見た気がしたんだけど、気のせいか、気のせいか。なんか下調べが足りねえな。シナリオについて次から、うん、次からしっかり調べてからいきます。いやー、申し訳ない。申し訳ない。なんだかふわってやっちゃってるな。もう裏木が使い物にならんな。強いやつらを使っていくことになる。 V ガン、マジンガー、当たっても倒せんやろってのばっかだな。銀鱗ロボ出すぐらいやったらこっちだろうし、バニングモンシュ出すぐらいやったらブルーガーを一気でも出した方がいいと思うけど、うーわ難しいな。とりあえずボスボロット出しとこう。マジンガー、 V ガン、それから一応こう出して、さやかさん、こんなもんかな。よし、突進出撃。すごく適当なラインナップ。後ろの方が得意だな。あれで見ると、これが記録120と見たですね。どうすりゃいいんだろう、どうすりゃいいんだろう。てあ、いや、間違えて加速を押した。1時46分撮ってるんですけどね。もう早く寝ないとっていう、早く寝ないとって思いながらも、ついやりたくなるのがエヴァンゲリオン。エヴァンゲリオンじゃね、スパルボ。早く寝ないの、寝ないとーと思い、こっちだよ。でも正直、このスパルボの実況に手応えは全く感じていないわけで。ね、多分終盤になってくると伸びるでしょう、とも思わないよね。終盤になればなるほど、だるさが上がるのがスパロボだから。どうすっかなみたいな。どうすっかな、このままこれを続けていいのか、いいものかどうやか。ただ、クワトロとディオが今いない、スレッカーがいないっていうだけの、何の変哲もない実況だからな、ここまでは。ここ、どこにいるんだっけ、ここ、ここが変な、大丈夫。来てくれないとな、サキエルさんが。来てくれないと困る。来て、こっち。来ない。もっと攻撃してきて。人類の敵。はあ、いいよ、もう信じは別に。もういいよ。
こんななよなよした主人公は、こんななよなよした主人公はアメリカじゃウケないですということで。てか日本でもウケてんのか、シンジの性格は。実際問題なんかなんだっけ、なんだっけあれ、劇場版エヴァンゲリオンの最新作ディアインか、一番後に公開されたやつもさ見たけどさ、そんなに見たんかな、ちゃんと見たんかな、多分ちゃんと見たんだけどよくわからんかったし、シンジがさ、なんかあのカオルの静止を振り切って、カオルの静止を振り切ってなんかリリスって言うんだっけ、あの白いブクブクしたブクブクした人に槍を、ロンギヌスの槍を突き立てるところとかさ、ちゃんと人の話聞きなさいよあんたみたいなところなかったところがありました。とりあえず戦ってみるか、死んだとし死なないっしょ、専用銃とやらで戦ってみよう。 HP4000 しかないか、せっかく出したのにね、戦闘シーンの一つもないじゃ寂しい、飛ばしをしない。目標補足なんでそんな武器をさ装備させなくちゃいけないの、エヴァンゲリオンにドンドンってさ、それあれだよ、あのテキサスマックとかにテキサスマックとかと同じような拳銃じゃん、エヴァンゲリオンが装備しなくていい気がするぞ。倒せんね。AT フィールド中和するためにはやっぱ近接か。なんだ。へえ、大丈夫だ。バリアってやつは根性入れて攻撃すれば必ず割れるって相場は決まっている。では火力の高い記憶が中心になって、機体が中心となって目標に接近、一気に攻撃を仕掛ける作戦でいく。一発目からなんか今ウストに声かけしなかったが、あ、ブレストファイヤーとの混合必殺技ってのがあるわ、合体技ってのが、うんうん、ありますね。でもあれ気力いるんじゃなかったっけ、ツインビームっていう技がある。実はだがな、ガンイチもっと前、この辺はこの辺に固めとこう。で V ガンダムももうちょっと前、最悪ボトムアタックをぶつけるという手も使ってみたい感じはある。あら、エアロゲーター、そんなところに。人類保管計画のスケジュールはエアロゲーターも承知していることだが問題ない。え、あれ戦った方がいいかな。サードチルドレン。パルス逆流ははゼロ号機の電源を落とせ、ルート171高速回収しろ。が結局ゼロ号機下がったの。あら、ほう、エアロゲーターはもういいの、もういいんですか。全然あの話の流れに入れさせてもらえなかったですけど、とりあえず出してみます。ジャイアントロボの全力パンチ、これが通用するのかどうか。あれ、なんで威力140なんだ。倒せる倒せる
倒せる気しかしねえ、ジャイアントロボだと。ロボのパンチを受けてみろ。ギャグだもん、もうこれが出た時点でもうギャグだよな、半分エヴァンゲリオンの使徒に対してこれが出た時点で。まあでも多分ジャイアントロボ自体は全然ギャグじゃないんだと思うんだけど、ロマンは軽く破った。何がボコボコ爆発してるんだろうな、サキルの何がボコボコ爆発してるのか。大きさを感じるね、なんかその機体同士のいい感じです。強っ。どれだけ聞く？もう全く脅威でも何でもないぞこれじゃあ。もっと使徒強くしろ。なんか F とかスパローボ F とかもっと強かった気がするぞ。エヴァンゲリオンじゃないわ、うん、このサキルとかもっと強かった気がするぞ。コンバトラー V でいいっすかね。まあコンバトラー V でいいでしょう。加速、加速しなくていい。超電スピンがあと1回いるから、あと1回、あと10記憶いるから、これでんで熱血とかはまだないから、まあこう努力幸運でいくか。努力、ただこれはなんかあるよね、まだこの後もおそらく。はい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 、ほい、負ける余地ないな。おそらく倒せるし、その程度のバリアが俺たちのコンバトラーに通用しないってことを教えてやるぜ。多分倒せると思うんだけど、幸運無駄になったりしないよね。6000ぐらいはいける気がするんだが。スパロボ第2次スーパーロボット対戦アルファ、しかもない、第2次スーパーロボット対戦アルファとかドリキャスとかでリメイクし、ドリキャスでリメイクって意味わからんわ。こういうのは 3D ベースでもう一回作ってもらっても、作ってもらいたいよな。今の時代にもう一度 3D で。このドリキャスタッチの 3D で。余裕。この機体同士の大きさ感とかさ、さっきのアルベルトが戦ってたけどさ、あんな感じの大きさ感が欲しいわ。やっぱ 2D っていうか1枚絵ではちょっと大きさのスケールがね、1対1で戦った時分かりにくいから、あえて、あら復活した、バカな、倒したはずなのに。もうコアごと倒せば大丈夫だよ、コアごと倒せば。終わった。今回早いね。もう終わりですか。2回攻撃しただけじゃねえか。ジャイアンツそんなにたくさん機体出したのに。もう一人の予備。エヴァンゲリオンのストーリーってなんかすごくこう複雑というかさ、複雑に絡み合ってんだけどさ、そ
その中で怒り信じて何なんだろうね、どういう立ち位置なんだろうね。綾波レイとかはなんか黒終わった黒人間とかそういうのでなんか話に絡んでくるけど、ただただ怒り信じとね、あれの子供じゃんっていう、そんな特別な存在に思えないんだけどね、息子じゃんみたいな。じゃあこんなもんで、今回さっぱりだったな。あっさり、あっさりめ。もっとがっつりスパロボやりたかったな。今日はそんな気分だった。ここでいいかな。ここに。ここにセーブします。せっかくいっぱいなんか出したのにね。なんか、ほんとあっさりだったな。ほなまた。